こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回はソーラータイプの、充電タイプですねの腕時計 その充電不足についてちょっとご説明したいと思います。ソーラー腕時計ですね。ソーラー電波も含めたですね、ちょっと、うちの店頭在庫なんですけど、こういうタイプなんですけどね、これ手前が、これは一応電波じゃないですよ、ソーラー、明るいところ置いておくとこう補充できる、充電できるタイプ、ソーラー電波も全く同じなんですけどね、その意味でよくボックスの中にね、例えばこのカシオもそうですけど、こういう普段使わないっていうことで、これボックスの中にしまい込むと、こういうふうにですね、例えば、このようにこう、で、こう、蓋しちゃうともう全く補充できなくなりますので、あと引き出しの中に入れるとかね、そういうことはもう避けていただいて、そうすると充電不足になりますので、電波時計、ソーラー電波にしても全く同じでございますので、特にこういう曇り空続く日とか、一番ですね、充電早いのは直射日光なんですよね。ですから窓際のちょっと明るいところ、日入るところにちょっとちょっとしばらく置いておくとか、ちょっとそういうことも心がけていただいて、普通の電池でしたらね、そういうことないんですよ。ボックスが閉まっておいても、もう電池には2年近くも持ちますので、そういう心配はないんです。こういうちょっとソーラータイプ中はちょっとそういうちょっと弱点ありますのでね、それだけちょっと気をつけていただいて、ぜひですね、充電不足にならないようにしてもらいたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。